はい、皆さんこんにちは。東方大学予選ともろびのサジと申します。今日はですね、東京バルム2024年の最終日ということで、非常に盛況で、楽しい学会だなと思いますけども、昨日ですね、レートブレイキングセッションで、三井記念病院の浅見先生がですね、G4 システムを用いたエクスパンド G4 試験のですね、結果、特に日本人にフォーカスした結果というのをご発表いただきました。まずおめでとうございますですね。飲み会もお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ということで、最初にですね、エクスパンド G4 の試験の軽くですね、サマリーをいただきまして、そこから少し質問していきたいなと思いますけども、エクスパンド G4 試験いかがだったでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。佐治先生、三井記念病院の浅見でございます。今回ですね、私はエクスパンド G4 フルコホートで、1164名の患者さんが、マイトラクリップの G4 システムを用いて治療を受けられたわけなんですけども、その中で日本人コホートのデータを今回東京バルブズで発表させていただきました。で、日本人のコホートはですね、全部で95名の患者さんがエンロールされてまして、7施設のハイボリュームセンターから登録がされています。今回の結果なんですが、平均年齢が 78.6 歳で、男性が 52.6% でした。で、特にですね、 STS スコアが 11.4% と少し高くなってまして、全体のコホートとしては 7.6% という結果でしたので、少しやっぱり日本人の方がリスクの高い患者さんを治療しているということになります。で、さらに僧帽弁のですね、エリアなんですけども、日本人のコホートですと 4.89 センチメーター、スクエアセンチメーターで、全体のコホートですと 5.41 ということですので、日本人はより小さい心臓に対して治療をしているという結果になっています。で、その中でですね、クリップのインプランテーションのレートは 100% という結果でしたし、それから急性期の成功率ですね、 APS に関しては 97.9% と極めて高い成功率を誇っております。で、平均のクリップの使用数は 1.1 ということで、ほとんどワンクリップで治療が終わっているというところも注目すべきところかなと思います。で、マイナス点として、30日の SLDA に関してですけれども、1.1%、フルコホートも 1.1% ですので、大体同じような数字だったのかなというふうに思います。で、その上でですね、1年後ですね、治療から1年経ったタイミングでの MR が、マイルド以下だった患者さんというのが 98.7% という、世界でも最も素晴らしい成績だったというところが、この治療の今回の研究の一番特筆すべきところなのかなと思います。で、細かく見てみますと、PMR と SMR それぞれですね、エコーのがプアだったりしてエクスクルードされた患者さんがいますけれども、実はですね、MR のマイルド以下っていうのが 100% だったというような結果も出ています。そういったところからですね、日本人に対してエクスパンド G4 を使った治療っていうのが、すごく有効である可能性があるかなということが示唆されました。以上が概要になります。はい、ありがとうございます。実際です、ね、僕も昨日の発表を見させていただいて、1年後 の MR リダクション1プラス以下というのは 98% のものすごくいい結果だなと思いまして、ただ PMS をです、ね、見てみますと、日本の PMS の、ね、データを見てみると、確か 60% ぐらいだという、成績だったと思いますので、比べてもです、ね、非常にいい成績だったよく分かります。今ですね、データをお示ししていただきましたけれども、日常診療でやっぱり浅見先生たくさん多分患者さん見ていると思うんですけれども、外来でもやっぱりその今出たデータですね、同じようなこう感じを感じてらっしゃるでしょうか。いかがでしょうか。ありがとうございます。それもやっぱり先生おっしゃる通りで、この1年間のフォローアップっていうのを見てみてもですね、 MR のリダクションがしっかり維持できている患者さんが増えた印象があるかなと思います。フォロワーの中でどうしてもやっぱり G2 時代だと少し MR が増えてきてしまう患者さんっていうのもいたり、その中で薬を調節してなんとかやってるっていう患者さんも多かったんですけれども、クリップのパフォーマンスが上がった結果か、1年までのフォローアップで見てみると、やっぱりだいぶですね、 MR のリダクションが維持できている患者さんっていうのが多いかなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、少し今後のことも伺っていきたいと思うんですけども、こうやってその G4 システム非常にいい成績なわけですけども、今後その TR ですね、マイトラクリップというのはどういう方向性に進んでいくのか、例えば DMR だったらその外科にあと勝負をできるのかとかですね、あと FMR であれば心不全に対してより効果的なことができるかとか、何か今後の方向性みたいな、もしお考えがあれば教えていただければと思います。
ありがとうございます。結局ですね、クリップによる治療で、まあ、1年 の, その MR のリダクション効果がすごくあるということは示されましたけれども、このデータをもってして決して、まあ、サージカルよりいいですよということではないのかなと思うんですね。ですので、まあ、今後ですね、注意深くさらにロングタイムのフォローアップというのをしていく中で少しそういう方向性が見えてくることはあるかもしれませんが、まあ、基本的にはサージカルと比較してどうかというのはこの研究だけではちょっと物が申せないところがあるかなと思います。一方で1年 の, その MR のリダクション効果がこれだけあるということを考えますと、よりですね、積極的にまあ早期介入っていうのは考えていくべきなんじゃないかなと思うんですね。患者さん自体が症状で苦しんでいる、 MR で苦しんでいる患者さんっていうのはたくさんいると思うんですけども、その中でやっぱり治療が遅れることでせっかく治療してもまあ恩恵を受けられない患者さんもいらっしゃると思いますので、より早期の介入っていうのを検討していくきっかけになるんじゃないかなというふうには思いました。なるほど、ありがとうございます。はい、それではですね、今日はエクスパンド G4 の日本のコホートというのに対して、レイトブレイキングで三井記念病院の浅見先生にご発表いただいたものをちょっとまとめてですね、ご解説いただきました。はい、じゃあ先生ありがとうございました。ありがとうございました。